皆さんこんにちは、近藤良平です。今回はですね、ダンスファームという、ダンスを耕すところからやっていこうと。なのでどんな分野なのか僕にもよく分かりません。ダンスというちょっとキーワードだけを頼りに、いろんなところから、ダンスを見つけていって、でダンスでダンス的なことをやってみて、一つの大きなこう作品みたいなのができたらなぁと思ってます。今回の作品タイトルはモダンタイムスです。モダンタイムスというと多くの人がチャップリンを思い浮かべますが、僕も思い浮かべます。はい、ですけど別にそことはちょっと関係があるようでないです。はい、僕の希望としてはですね、夢をだけを追い続けていたようなその時代、なんかこの追い求めるようなね、先が何が来るかわからないけど、こう向上心、そんなこの心のウキウキしたような部分をモダンタイムスという一応タイトルの中でみんなで盛り上げていきたいなという思いでモダンタイムスというタイトルをつけました。出演者はですね、小林雄一さん、はい、いや篠原智恵さんなどね、ちょっとびっくりするようなメンバーをキュキュッと集めて、そう、あとですね、田村パンとか、こんな踊りますからね今回ね、はいはい、あとそれとプラスオーディションメンバー、オーディションをしてまして、それはまたいろんな分野、ダンスだけではなくていろんな年齢、いろんな方々と一緒に、作品を作って、このモダンタイムス的にこう、なんですかね、先が見えるのではなくて、こうメンバーともども一緒に作って耕して大いに盛り上がろうと、1月にどんとあったかい感じのものを作りたいと思ってます。はい、皆さん1月はぜひモダンタイムスを見に来てください。きっとですね、あなたも踊りたくなると思います。あとあなたも耕したくなると思います。きっと心に残る舞台になると思いますので、ぜひ見に来てください。キーがずれてますね。東京芸術劇場、近藤良平のモダンタイムス、お楽しみに。